Sure.
Tiger! 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 Ti
ああ、はい。じゃあ、X ランバとそろそろやりますんで、じゃあ、エントリーまだの方は、来てください。
こえてますか。はい、というわけで皆さん明けましておめでとうございます。ヒデチュンリでございます。さあ、今日は1月4日、天気はちょっと微妙でしたけれども年明け初ですね。あ、聞こえてますかね。あ、明けましておめでとうございます。ヒデチュンリです。はい、というわけで本日の、イベント、まあ、第1土曜日は、あれかな、2音か3音かの東大戦ではない形式。あ、明けましておめでとうございます。あ、ですね、今日は、メンツ今から、言っていきます。デレロオ、長州、バイパー、トモザ、破天荒、男、杉、ヒデ、これ誰ですか。あ、茶坊主の計今は9人。まあ、今日なぜ少ない、年明け一発目でこんな少ないかというと、まあ、南浦はビッグバンセカンドの方で、第一土曜日はですね、もみはいっていうイベントをやっておりまして、昼頃からなので、まあ、それで、どうしてもちょっと人が第一土曜日は、まあ、これからもしかしたら人が少ないかもしれないですね。あ、来ました、おめでとうございます、のっぺりさん。はい、というわけで、今日は9人、まあ9人かどうしようかね。9人何ある。とりあえず僕はセブンイレブンで買ってきたカスタードエクレアを食べて糖分補給します。エクレアあれなんですよ、今日セブンイレブン、まあ、ニュートン近い階にあって、まあ、その地上階出て遠い面にすぐセブンイレブンがあるんですよ。で、まあね、ちょっとね、何にしようかなと思って、最初ね、チョコクレープにしようかなって思ったんですけど、カスタードクリーム食べたいなって思って、まあ、そんなんで私が選択したのはエクレアです。中島さんいた。じゃあ中島さんいて計10人かな。ハデさん入れて11だとちょっと若干人数が、まああれですね、11だと素数なんで、ちょっと良くないかなっていう。中島さん出る。中島さん出る。え、ちょっと待って、いた。まあまあいますよね。あ、了解です。あ、そうだ、ハク君もいた。11で、ハデさん入れて12かな。ありがとうございます。すいません、お名前を。あ、そうだ、しのぶさんだ。しのぶさんとたい平さん。たい平さんはね、覚えました。あと今サードやってるね、2P 側のダッドリの F さんはよく動画見てて覚えてます。はい、
はーい。すげー、このゲーセン何がすごいって、スト2、3、サードストライク、4、5、全部稼働してる。しかもちゃんとプレイヤーやってる。これやばい。ストワンはね、やべえ。さあ何やろう。2、4、6、ヤート、12、13、素数。ハテさんが入りそう。あれ、ありがとう、ヘブンさん、ありがとうございます。ヘブンさんも追加。もうねサード勢の皆様本当ありがとうございます。皆さん、サードの動画私よく見ております。特にお気に入りはオブス消毒杯でございます。あれマジやばかったっす。あれちなみにちょっと気になったんですけど、2019年のオブス消毒杯って年末やったんすか。やれなかった。そうなんだ。やるかどうかも分かんないのかな。まあなんとも言えないっすね。はーい、すいません、やりますよ。14、何やる。14、はい、チーム戦にするか。なるほど、それもありですね。まあ時間ももう10時前なんで、 5on5 総当たり戦にしましょうか。じゃあハテさん投入で、適当にチーム分け、どうしようかな。ちょっと待って、ある程度区切んないとかなり偏りが出てしまうので、長州、バイパー、トモザ、ヒデ、中島、どうしようリーダー、そう、リーダー的なのを3人っていうか、ちょっとある程度、まあ、東大選手、あ、でもね、ハク君もね、最近強いんだ。まあでも、面積的にちょっとキャラが強い可能性もあるが、じゃあこうしましょう。今このメンバー表に書いてある赤点6つでチーム分けで、それ以外でチーム分けっていう感じにすれば、まあそこまでひどくは偏りはないかなと思うんで、それでいきましょう。というわけでハデさん、いつものルーレット、最大を9にしてもらって、ちょっと待ってくださいね。9にして、ちょっと待って。どうしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、これで、あれか。
1、2、3、4、5、6、これで OK でしょう。じゃあハテさんすいません、これで、1から9でランダムルーレットをオンしてください。上から3人、上から3人という感じにしていきます。9、4、2、2、2、2、2で、5、6、5、6、3、3、3、3、3で、1、8、7。じゃあ次、最大値を6にしてもらって、でそれで、はい、やってください。1、5、1、6、3、6、3で、2、4、はい。はい、チーム決まりました。発表していきます。3チームに分かれました。 5on5 A チーム、機械による純正な抽選で、一応、ちょっとそれなりにメンバーちょっと分けました。で、A チームが長州、破天荒、杉、白、ハゲ。 B チーム、友田、男、チャボーズ、中島、忍。 C チームがデレロー、ワイパー、ヒデ、タイヘイ、ヘブンとなりました。よろしくお願いします。結構一応5on5 のリーグ戦をやろうかと思っております。ハゲさんすいません、この抽選王のこのなんだっけ、この画面をちょっと横に。太平さんはおります。ですね、2キャラ持ちではないですね今回。ちょっと2キャラ持ちにしちゃうと、まあ1回の試合が最大9試合かける3で27試合、まあ1時間のちょっと長丁場になってしまうので、まあ皆さんやりたいゲームもおそらくあるんじゃないかというところで、まあ一発勝負、キャラは何でもよし、合計は5000円でいいんじゃないかなと思っております。あ、読み上げます。長州、破天荒、杉、白で、ハゲで、 B チームが友座、男、チャボーズ、中島、忍。C チームがデレロー、バイパー、ヒデ、タイヘイ、ヘブンとなりました。じゃあ今日は総当たり戦なので、まずは A チーム対 B チーム、長州、破天荒、杉、白、ハゲ対友座、男、チャボーズ、中島、忍、やっていきましょう。まずはコンパネ選択、代表者、ワンピースビーチャンテンしてもらうのと、先方申告はここにいるマイクのところにこっそりと、プレイヤーとキャラ申告お願いします。はい、じゃあちょっと参加費、ちょっとハック君とヘイブン100万円です。100万円です。そうですね。というわけで皆さん、改めて明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。まあ、皆さんね、まあ、1月4日早々、スト吉の集まりっていうところでね、まあいいんじゃないかなと。まあ、皆さん、健康大事なんでね、健康じゃないとゲームやれませんから、健康大事に、まあでもゲームやっちゃうと寝不足になりますけどね、まあしっかり寝て、しっかり食って、でしっかりストチチする、まあそんな一年にしていきましょうか。
というわけで、まあ、A チーム B チーム分かれてコンパネ選択と、あとは先方のキャラと人をお願いします。はいはい、B チームは決まりました。 A チーム、はいはい、はい、OK、 コンパネ決まってます。はい、じゃあ行きましょう。 1P 側杉 S バイソン、 2P 側忍龍となりました。クレジットマックスまで入れちゃってください。多分最大9試合まであるんで。たい平さんコメントで、キャー、たい平さん1月4日どうだったっていう風に聞かれてますよ。ありがとうございます。1.4 まだ見てないから言わないで、ごめん、打ち返ってみるんだそれ。うん、あ、あ、プロレス、なるほど。テンガさんのスト 2X 見るの初めてかも。テンガさんって誰？大平さん、うちのチームです。はい、あけましておめでとうございます。さあやっていきましょう。さあ 1P 側すぎ S バイソン、あれ X バイソンだ、 X だったんだ。あ、 X 了解です。さあ、スギバイソンは S バイソンをよく使うが、 X バイソンはあまり使ってないはずだ。最近使い始め、なるほど、初めてを卒業、意味深な感じになりましたが、さあこれはしっかりガード。スギバイソン硬いぞ。ヘッドは出せずで受け身は取っている。 S キャラを多く使う人は、いや、おー、見てから、これがサード回でかなりの実力者、しのぶさん。かなりっていうか、めちゃめちゃうまいよね、きっと。さあ、相打ち。たい平さんイコール天下さん。あ、そうなんだ。へぇー。ストーサード配信ではおなじみ。そうなんすね。なるほど。さあ、にょい棒。さあ、1月4日から、にょい棒を、次のにょい棒が、火を吹く。あーと、ヘッド先出しだったか。あれは波動拳読みで大ヘッドはありですね。さあ、ターンパンチしっかり。さあ、S バイソンで培ったところを、ここでもいかんなく吐き切る杉バイソン。しかし、場はちょっと膠着も、おー、ぶっぱが当たる。これは、あ、グランド。あそこは杉さん、ヘッドの方が安全です。死にます、下手したら。さあやっていきましょう。さあ、しのぶさんが敗れて、友田男茶坊主中島で、なんと中島本田。さあ、中島さんの本田はサブキャラではありますが、かなり嫌なところついてきますよ皆さん。さあ、この削りと大攻撃3発でこのヘリ、これは相手 OK ですね。さあ、噛み合った。これは吐かせてヘッドまでしっかりケア、これはしっかりしてますね。バイソンはね、勢いキャラなんで、まあキャラ対うんぬんとかいうよりも、思い切って自分の振りたい技を振る方が、まあ初めのうちはめちゃめちゃ強いと思います。ただまあやはり中級者以上になるとキャラ隊もしっかりしてくるので、まあ暴れるだけじゃ勝てないよというところになりますが、まあ高火力なキャラであることは間違いないですね。あ、これは狙ってましたね。しっかりとクソでもない鬼無双で4ヒット。さあ、破天荒が行く。年明け早々から黒い笑顔は見られずであるが、いつもの破天荒さん。さあ、ホンダに率先して入ったっていうことはやれるのか。あーっと、
ガードからの昇竜拳、しかも中昇竜でしたね。さあ昇竜拳出ず、しかしアフターフォローのダイヤシ波動は良かった。さあこれは食らっちゃうやつですね。さあこの展開でも体力負けはしているが龍有利であることは間違いない。さあ大張り手の出際をもらわないように距離を調整して、ここはゴドンと削りを優先。さあゲージを吐いたことによって優位な状態に持っていってますね。いい動き。さあうまいダイヤシ払い。あそこでもしダイヤシがガードされたとしても、ダイヤシ波動拳で1ドットの削りは確定するので、バックジャンプだけうまいですね。距離をちゃんと見て技を選択したというところ。そして中昇竜いいですね。しっかり着地からのダイヤシしっかりしております。さあ中島本田苦しいが、おっと暗い大一丁、これは2択ガード、これは大型、あとお尻が降ってくる。うわー、アルキオニブソー、これが中島本田。さあ波動拳もらうが青波動だったのでこけるには至らない。これは暗い王朝。さあもう一回大晴れ手に削ってダメージは十分というところか。しかしこれでもまだ竜若干有利。そうですね、ワンテンポを遅らせていきましたね。さあうまい大足払い。さあこれでかなり竜有利だが危ないぞ。さあ歩き鬼武装が怖い。さあこれはしっかり自信持って打っていきましたね。鬼武装はあれなんです、チューニーの戦列と同じで一回コマンドを成立して横ためをずっと入れておけば永遠持続なんで。さあA チームの方は次破天荒と敗れ長州吐くハゲ、ここで男バイソン。さあ男バイソン、まあ、去年はガイル中心ではありましたが、まあ、やはりゲームにわーかなり強気、まあ、やはりゲーム勝つと楽しいですからね。キャラ編は全然大いにありだと私も思います。さあ大ヘッド打ち切り、遅らせからこれは痛い、もう一回遅らせ、フォーがガード、これはうまい連携。さあ中弱小竜でお返し、竜巻は表になって、これはまだフォーはガードだが苦しい苦しい。さあこれはあーまあ結構苦しかったですね。さあ男バイソンうまいぞこれ。ワンピー側残りは長州吐くハゲ変わらずで、ここでハゲシム、ハゲシム来ました。ハゲさんのダルシムはあはは、やばい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 、ダルシムバイソンはやばいやばい、ダルシムバイソン意外とむずいですよ、むずいですよ。あのね、これね、一応バイソン、ダルシム有利ではあるんですけれども、対処をしっかりした場合なんで、やばい、死んじゃう、あー、死んじゃう、はい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 。さあ、どうする、ハゲさん。ダルシムがすぐに死んでしまう。完勝で。さあ、残りはハク、長州。ここでハク君が何を使う？さあ、いろいろキャラ使えるはずです、ハク君。キャミーで行く、かなり苦しいカードではありますが、そうですね、チーム戦、やはりバイソンというキャラはかなり強い部類に入るんで、あのリズムでやってもよし、あの強引にゴリゴリ行くもよしで、何でもできるキャラなんで。さあ、フーリガン入る、表から中継、中継、あー、これは
センターだったのでギリセーフかな。キャノンスパイクしっかり投じてケーズに書く。ハク君は何がすごいって見てからの性能の非常に高いことと、何より昇竜拳コマンドがねベラボに出るんですよ。これ本当すごいと思います。さあフーリーが入って、今度はわーっとレバーがちょっと前に入らなかったか。フーリーがもう一回、今度はしっかりヒット確認はできなかったが、この2ヒットは十分大きい。さあやはりやりに行く。うわー、裏回り許さずしっかりと投げ、さあこれで 2P 側残りはトモザ・チャボーズとなりました。そして 1P 側はハク・チョウシュ、いい勝負してますね。出てくるのはチャボーズ、キャノン壊し、ダイヤシ空対空は制圧されてしまうが、これは確定。さあ打ち切り、投げて画面端キープ、これはでかい。しかし踏み込んでいくこの男。心の隙間をあれですね、もう考えさせる暇与えない立ち回り、これはすごい。うまい、バックジャンプ許さず。そしてフーリガン、場を制圧しているのはハクチャミ、裏回りで投げ、うますぎる。そしてフーリガン、怒涛の攻めが止まらない。コパンから投げ、うますぎるこの男。さあ残るは 2P が友田さんとなりました。中島さん本田でもう死んでます。はい、さあ友田さんやはりベガでいきますね。さあ残るはハクキャミーと長州さん、おそらく長州さんは天だと思うのでいい勝負になりそうです。ミドルマジ減る、2発で3割ゲットはやべえ。さあ2位が入ってちょっと高めだったが、キャノンデブ、さあ怒涛の攻めが止まんないが、キャノンはガード、そして最後は攪拌。まあやりに行くしかなかったですね今のは。まあ友田さん側はもう投げ受け身取ればいいという感じでガード1点で良かったかと思います。さあこれで、さあ削る、この2ドット削り、2ドットじゃないな、1つの削りはクラーダメージの4分の1の削りなので、まあ思った以上に減ってる可能性が高いです。さあうまい、さあこれはしゃがみ中継、格差もらわない先端アロー当て、うまい、うわ大大で減った。さあこれはいい勝負ですよ。さあ 1P 側がリーチをかける、相打ち、フーリガン通る。さあめくりはガード、受け身取って大パン大パン、しかしここは攪拌。中継中継、前に歩いてタメは解除するも、これは投げて分かんない、うわー呼んでいる、ハクが強いぞ、うわー突っ込んでくる、どっち攪拌、これはうわー表にいる。いやー熱い試合だな。さあ長州さん、今のねハク君の詰め方も本当にすごいんですが、やはりもうギリギリのところでベガスカイはね死なないんですよ、あそこから本当に。さあ対照戦、やはりチーム戦は対照戦になることが多い。大慶ミドルが入って、これはしゃがみ中盤。さあ連チャンジャンプ、あ痛い、あピヨってる、はいはい、ああれ安い。おじいちゃん連覇が出ないと言っております。あ弱勝利。さあ弱勝利は出なかったが、投げて受け身はしっかり、ミドルはガード。友田さんのね攻めがね緩急ありすぎてうますぎるんですよ。さあ連キャンか今の、投げて、あ踏まれる、これはダメですね。
さあとりあえずゲージを貯めることに制するが、あと、あー今のはちょっと運が悪かったですね。投げかくかもしれなかったんですが掴めず、さあ1-1取って、あと2ヒットにはならない、運がいい。しかし受け身がない。これはめり込んでいるが投げているのはどうだ。この体力差でかい。ミドルはガード、アルティガードがねやはりうまいんですよ。そして大勝利は出さずでちょっと様子見、ダイヤシー、ダイヤシー、うまいうまい。あー昇竜デブ、これは立て直せるのか。まだある、あー確定。長州さん、やはり昇竜が出なかったのが痛かった。さあじゃあA チーム対 C チームでいきましょう。はい、 AC でいきます。 AC AC といえばあれですね、なんてさよなライオンとかね、そんな CM がありましたね。皆さん、スリさんが勝った。じゃあマイクできる人がいないんで、とりあえずこのまま握っときます。ワンピースビどっち。はい、さあじゃあ次いきます。ワンピー側がデレロー、バイパー、ヒデ対ヘイヘブン、ツーピー側が長州、破天荒、杉、ハク、ハデ。はい、太平さん、ハデさん、待って、スリさんからちょっと教えてもらいます。で、僕ちょっとチームの話し合いに参加できません、聞いちゃうんで。はい、はい、ちょっと僕は聞いて、あ、よろしくお願いします。僕はちょっと先方と人とキャラ聞いてしまったので、ちょっとジュース買ってきます。喉渇いた。バイパーさんよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。どうも、ハクです。ヒデさんが飲み物を買いに行ったので、一時的に変わります。続きまして A 対 C、A は私がいたチームと、 C チームはデレローワイパー、ヒデ、太平、ヘブン。それではクレジット入れてもらっ、あ、クレジットっていうか、ボタンかな、ボタン押してもらって、C チームはヘブンさんかな、サード勢ですかね。はい、サード勢のヘブンさんと、A チームはハゲさん。サード勢の人間性能が未知数なので、おっと、開幕コンドルを、おっと、でもフォークなんですね。渋い、回せそうな雰囲気が。ただこのファイヤーモードをいかにしてかいくぐるのかが、知っているのか。コンドルとかで引っ掛けて、こっから、おっと、ボディボディ、あっと、ガードしてる、きついか。なんか一発あるんで、あるのか。あっと、テレポ、冷たいぞ。8台系がニョキッと伸びてきて、これはそうですね、対処しづらいうちはコンドルがいいかもしれないですね。コンドルが引っかかって、テレポ、おっと、ガードしていた。意外とテレポの復帰のガードが早いですね。いやー、8台系が痛い。ここに何を引っ掛けていくか。体力も、おっと、まだあるぞ。でも、あーっと、チョップ出した、えらい。
ここでハゲさんが勝利したので C チームは太平さんですね。太平さんはもうみんなの期待を背負ってガエルで、おっとコパコパ。太平さんゲーム絶対うまいので見ものですね。ただこれガエルを当てたのはなかなか自信があるのか。おっと踏んでしまってジャックワイヤーが遅い。まあでも、まあ、ダルシム側もできるようになるまでは対空も大変なので全然あるかもしれないです。あーっとスイープの2段目が相打ちになったが少しちょっとダメージ的に足りなかったですね。開幕大足下にニョキッと伸ばしたのを読んだっすね。戻りました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。これなんかガエル当てたのははいちょっと自信が、これはもうハゲさんを殺したくてしょうがない男の、あ、なるほどですね。はい、もうキャラじゃねえと。そういうことですね。格ゲーはキャラも大事だけど気持ち、気持ちですね。ただハゲさんが対空を使い分けている。あー、うまい。おっと下馬入り。あー、これ冷たい、冷たいの。中継ハゲさんが無情にも無情にも当たりますね。矢口真理か、これは。あー、おっと惜しい。今のあったが、今あったね。今のホークだったらダブル台風食らってます。確かにある。あー、厳しい。あー、ゼロ秒前離されて厳しい。どうしよう。残ったのはデレローさん、ヒデさん、バイパーさん。おっと、ここでサード勢いるの新鮮。まあ、そうですよね。サード、あ、両方見てらっしゃる。サードと X 両方見てる方は結構メンツ的に楽しいかもしれないですね。テンガさんって誰だ、わからん。え、あ、太平さん。なるほど。あのね、よそのゲームでテンガちょっとやめてくんねえかな、それ。多分みんなわかんないから、それ。わからん殺し。あと、これでヒデさんを投入。あ、これあれですね、竜だときついのを見越してヒデさんが早めに出てきましたね。苦渋の決断。そうですね。男さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっと、引っかかってしまって、これはさすがに X 勢、そしてチュンリーが、ザルシムチュンリー結構きついですからね。おっと、そうですね、戦術を気軽に打っていく中足。おっと、これはきついか。おっと、インフェルノ、いいガードした。いいインフェルノだったんですけどね。あ、そうですね、ちょっとなんか出ないっぽいのからの出るの出るみたいな。っそう、あのワンテンポクラスは結構ね、当たるんですよ。あっと、ピオルか。ピオってしまった。これはピオル、はい、痛すぎあるのか。あっと、百列に突っ込んでしまったわ。ダメだ。あっと、百列、やっぱお手軽インスタントスピオリ三段がね、あれはやばいですね。まあ、ダルシムだともうほぼピオリですね、これはね。ここで、ここはさあ、ヒデさんニコチンを投入して、投入してバイブスを上げていく。破天荒さんが竜で入る。破天荒さんといえばチュンリー戦ですよね。そうなんすか。はい、チュンリー戦うまいんで。あ、マジっすか。はい、全然知らない。お、ファイヤー、この近さでやっぱファイヤーが来るのが、例えばやっぱ歩きが速いチュンリーといえど、はい、ちょうどこの間なんか小物の解説でもあったんですけど、フェイロンの大劣化が触れる前ぐらいがちょうど竜の大ファイヤーがこける間合い。あ、そうなんですか。いうことなんで、その間合いですね、絶妙な。おっと、まあ、今のはマリオで拾えたらスパコンまで入ってたかもしれないですね。昇竜大足、はい、おっと、あるのか。やはりチュンリーキラー。そうなんですよね、チュンリーキラーなんです。結構竜
チュンリー、まあ上が出てやっとゴブみたいな組み合わせなんですけれども、破天荒さんやっぱその点ね、ちゃんとしっかり抑えてる感じがあります。まあ上はダメですよ、出ないと竜使いは。うん、おーっと、あ、これは安い。なんかすぐ溜まってしまうのがこのキャラ。はい、飛んでちょっと高かったか、投げ返す。やーっとタイムも厳しくなってきて、チャージ完了。歩いてくる真空をチュンリー様。あー、これは削られてゼロドット。時間もこれきついな、ないですね。きついが、破天荒さんはこっからいけるのか。もう全部相打ちでもいいぐらいの今の感じですね、多分。いやー、まあチュンリーサマーでしょう。まあ、でも1ラウンドお互い取ったので、はい、ここでどう読み合いが発展するか。さあ、この開幕が大事。あー、真空食べてる。チャージしてますね。まだチュンリーの先に溜まりそうで出る。これ大事。ダメ端、おっと下がって、まあ、とりあえず溜めてね。このまま結構波動で冷たく溜めさせないのもいいんですけど。おっと、合わせてあるのか。あらろ、ちょっと高かったか。これはあるのか。戦列が歩いてくる。竜巻出させて。戦列がない。これはおっと、2段下がっている。美しい。さすがチュンリー。チュンリー戦といえば破天荒さん、さすがです。なんと A チームはまだ4人残した状態で、はい、あと誰ですか。残るのはバイパーさん、デレロさんか。これは気まずいですね。ここで流々になるのか。だがバイパーさんはデレロさんか、それともバイパーさんを取っておきたいところだが、いやー、ここは流々っていうのはちょっと難しいところですね。ちょっと気まずいんで、バイパーさんがここで一気に勢いをつけてくれると、通信、これはおっと、バイパーガイル。はい、あ、バイパーさんは日が暮れるまでガイル流やるぐらいの、はい、ガイル結構使ってると思うので。そうですね、ひたすら徹夜してまで竜ガエルやり続ける。おっと、減らない。ちょっと減らなかった。あ、受け身取ったからあんま減んなかったですね。おっと、おっと、おお、足にサマーを。おっと、今なんか真空がカクカクしてたか。おっと、踏ませ、おいしいぞ。大足真空打ってガード、ゲージ状況的にはいいが。そうですね、ここでガエルも結構守り固くやられると意外と竜も困るんですよね。はい、いかにリードしてるといえ。おっと、チュアシもらって、ここでジャンプ台形、うまいですね。うまい。破天荒さんのガエル戦も結構ね、はい、なかなかいやらしいところがあって、やっぱサマーが溜まってない時に前飛び台形してくるんですよ。なるほど。そう、まあ、それはでも相打ちで、いやね、なんかね、間に合わない時なんだよね。あ、なるほど。玉と同時か、それより早いかぐらい。台足の先一丁当てって、なんかガエルの技普通に負ける時あるんで。あ、まあ、結構難しい。満員ですよね。おっと、大パン。また食らって、だがあんまり減らないぞ、また。あれ、狙ってんの？あれ。お互いなんか技出してるから、受け身が取れてるってところあるかもしれないですね。さあ、しかし。ここは、おっと、しゃがみシューパン、偉い。おっと、シンク合わせて。あるのか？素晴らしいですね。破天荒さんの、快進撃が、中足、中足減ったな。確かにめっちゃ減ったな。中足とソニックのカードだけであれだから、恐ろしいな。今日はついてるバイパーガイル。おっと、大足、これはあーと、もうこれ殴り合いですね、これ。やばー、ピヨって、だが安い、安く済んだぞ。置いてあったから。チューパン様、わからんくなってきたぞ。ソバット、おーっと、あの中足中パン、あの竜巻は何ですかね。めくりたかったのかな。いや、多分たま、あ、なんだろうね、多分めくり竜巻、まあ、避けた時に竜巻を打つっていうなんか、さあ次 X バイソン。 X バイソン、もう S バイソンはや、もうゴリゴリだと。どうしたんですかね。さっきなんかだいぶ X バイソンの愚痴を言ってたような気がしたんですが。いや、X バイソンも強くないもんとか言って。いや、でも杉さんはね、
あのまあ俺が普段常日頃 S より X の方が強いよって。いやそれはそうでしょう。そう。ただ S も いくつかのキャラにはめちゃくちゃいけるので。さあすごい爆発力。これは伊達に S バイソンやってないですね。力を押し付けていってますね。はい。ハイパーさんはガイル伝えるといえどバイソンはどうなんでしょうか。あんまやってるとこ見たことないです。そうですね、暴れに刺さってる感じが。しかしグランドの当て感がうまい。いやこれステージも早いですね。サマー待ってる。しかしクレイジーあるんでまだ分かりませんよ。あ今の多分ヘッドの後クレイジー出しましたね。まあ間に合わないけどみたいな。おっと裏剣しっかりしている。これは確定。はい、確判です。あれが結構狙おうとして急になんか大ヘッドとか出されて、うん、食らうことありますね。ああそうそうそう、前にね行き過ぎるとね。グラウンドが刺さる。ピオリソーダ、うわ怖い。さあ杉さんうまいぞ。こじ開けてくる。きたストレート。うわーこれはあのストレートは間違いなく S バイソン力。これはで2020年が楽しみだ。ここで出てきたのがはいデレロー流デレローさんね。まあそしてデレローさんが最後となりまして、そうですね、残すのはいやもう杉、ハック、長州ですかね。あーそうですね、 A チームかなり余裕を持って。しかしねデレローさんね、俺とよく男バイソンとよくやってるんで。でも杉さんの X バイソンとはあんまやったことない。めっちゃ攻めますね。うん、ある意味わからん殺し。そうこれ竜巻竜巻、あ、うまく避けた。これはわからんが真空出しちゃった。おっと引っかかってヘッドで避けれるのか。出ない。いやむずいんだって意外と。むずいよね。あれなんか急になんか大波動とかだと意外となんかおってなって。そうそう、ああいうのは、まあ、ニカさんも言ってたんですけど、自分のキャラの起き上がりを見た方がいいんですよね。あーなるほどなるほど、はい、相手の球見ると翻弄されちゃうんで。ヘッドから投げいったぞ。ヘッドめちゃくちゃ硬直短いんでムカつくことに。さあしかし投げる。あー今のバイソン有利だったんだけどな。お今のガードの仕方は有利だった感じ。しかしヘッドうまいな。投げて受け身を取っている。ファイヤーかかしちゃったね。飛んで投げて受け身取ってる。ヘッド出させて台足真空。ヘッド、おっと気まずい。これは気まずいですよ。あどう間に合わなかった。あどう。お、いや杉さんいい動きだったんですけどね。ここで大将といえるあの長州さんを早々投入。さっさと終わらせに行くと。終わらせると。このゲーム終わらせに来た。このゲーム終わらせに来た。高めから台足だよし。ただいやでもデレローさんもね剣もやって、まあ、剣戦はやって最近いろいろありましてやってたので。そうそうそう、いろいろっていうかまあいろいろ小物道があったね。でも長州さんとやってんのかな。おっと美味しいぞ。もうこういうもう分かんないとか。あーガードするのはまずいが。昇竜リバさん、あーっと謎の真空を出してしまう。いやー昇竜じゃなかったんだあれ。右から真空オートファイヤーパクってないが、あーっとカクカクした分食らってしまった。いやー迷いますね。間に合わないと思ったらガードですね。うん、ここでああいう時になんか迷った方が負けちゃう感じありますよね。そうですね、まあ入れといて飛んできて入力間に合ってただったら打つのもいいんですけど、もう無理だったらガードですね。あ上が出ない。剣に打ち負けるのは確かに、剣に打ち負けるのは確かに竜を使ってる意味があんまりなくなってきてしまうので。あースカッおっとダイヤシー、あーっとピオリソーダイヤシースカッタ6に一文字。あー勝利入れたかった。勝ったのは長州剣。ここで A チームの勝利です。はい、おめでとうございます。この流れだと B 対 C になりますかね。 BC ん、え、先にあれやる。よし
ここで B チーム対 C チーム、たい平さん対、あ違う、デレローさんか、デレローさん対、あ、たい平さんか、おっと、ここでサード勢勝負、たい平さん対しのぶさんここでハゲさんが、しのぶさんが勝つと言っていますが、どうなんでしょうか。リュウガエルですね、これはサード勢のリュウガエル。サード勢はゲームうまおなので、どうなんだ、まあ、これなんかやり慣れるまではどっち使ってても不利に感じますよね。おっと竜巻投げ、これは対処しづらい、ダメ端飛んで昇竜出る、しのぶさん昇竜出る、開幕は台足置いてサマー待っている、待つことも大事だ、気まずい間合い、竜巻ガエル意外と硬直、意外というか相当短いのであれが意外と引っかかんないですよね。今度は打って変わって大変3ペース、今のは裏剣が確定だったが、手癖っていうぐらいにならないとやっぱとっさに出ないですよね。高めをガード投げ返して、おっと体力はイーブンぐらいか、ここでおっと今ので竜が1ドットぐらいリードしてる、ゴシンク合わせられてしまった、ダイヤしかない今のは。続いて C チームはヘブンさん、これサード勢対決ですね。ここでフォーク、さっきのダルシムに比べたらだいぶいけるのではないでしょうか。おっとコパンタイク、これねフォーク垂直難しいんですよね。コパン、そうですね、サードはそうですね、ストリートファイターシリーズなのでだいぶ異色の読み合いとかも、あの戦いの立ち回りは全然 X と違うんで、ただやっぱゲームの入力とか目の良さとかはだいぶ鍛えられるゲームだと思う。おっと攻められず、うまい、昇竜も出るし、コパンで落とすし、前も昇竜が出る、竜巻、おっと金太刀大剣、あーっと冷たいがどう詰めるか、おっと期待値、おっと竜巻見てからか逃げる、おっと今度は刺さって出させて、中足中足渋い、まあ、中足結構強いですからね。大足コンドルガードしている、結構いい勝負なのか、ファイヤーコンドルタッチダイパン、竜はコンドル落とすな、タッチ集計なのかな、まあ昇竜が出れば昇竜って感じですかね。おっとロケッティア、うまいぞ、勝利が出る、これは厳しいか、あーっと勝利が出る、サード勢恐るべし、ここで似たてして C チームはデレローさん投入、流々なのか、あとデレローさんの色が使えないのでサブカラーの黄緑、ここは X 勢の意地を見せたいところだが、だいぶいい動きをするぞ、おっと最後ファイヤーじゃなかったか、まあいいでしょう、これは勝利が出る、大勝利、うまいぞ、あー今の落としづらい前ですね、おっとこれは分かんなくなってきた、大おっと昇竜空振って、おーっとめくりから中足シンクできる、つながっていた、めっちゃうまい、あの
そうですね、そこら辺のリュウより上手いかもしれないですね。これは見せてくれる。あるぞ。画面端はきついだが、さっきの一発を見せられてると、おっと逃げて大パン。あれは偉いですね。こうなってくるとさすがに厳しいが、青ファイヤー引っかかって尻足シンク合わせて、今度は意地を見せた。1-1で昇龍出るぞ。これお互い出るので地上が大事になってきますね。竜巻で溜めている。おっと大足、これは出れるペースか。おっと大足まだあるぞ。おっと真空が溜まって、おっと竜巻、勝利が出る。真空 X 勢の意地を見せた。ただが忍さん大健闘。ここで茶坊主さんの X サガット投入。タイガーお互い結構分かるまで時間がかかるカードなんですよね。やっぱサガットも飛ぶの結構ありで、低空ジャンプの大キックが結構うざいんですよね。おっと大足、おっと画面端はさすがに厳しいぞ。おっと大足、これはガードできるが、大足差し返し、うまい。おっと竜巻が置いてある。竜巻荒らしていく。ここは打っていきたい。上タイガーで総裁して、あーっと早出しの台形に負けて画面端になってしまった。おっと冷静にファイヤー、これは厳しいか。おっと上が出なくて、サガットは背が高いので頭が蹴られやすい。下タイガー、おっと今シンクを入れたっぽいが、シンク出してガード、えらい。おっと中ゴスガードしてジャンプダイパンが漏れたのを投げましたね。あるぞ。開幕はお互い様子見からの遅らせ、早出しのジャンプだけ、ファイヤー溶ける。手が伸びた分前の方で食らっちゃうんですよね。わからんぞ。おっとおいしい大キック。ここで今のは両方とも多分スパコンで割り込めそうだ。これは食らわない。おっと高め減らない。やったしたいが大足、あーいい学校残って大パン。あーっと二人とも今だいぶ今頭真っ白になりましたね。混乱した。今のは結構アパカ出されたらやばいけど、でもアパカには勝利を勝つからどうしようかなみたいなのが一瞬過ぎて、だいぶ二人とも今頭真っ白になったパターンですね。開幕。おっと出てきたのはヒデチュンリー。おっとおピオル最大を入れられるか。遠いぞ。百裂暴れ、なんだあれ。だがリードしているので大事に立ち回っていきたい。だがこの恐ろしいスパコンが溜まってしまって、やーっと空対空、アーパカが漏れて梅から投げ返して、おっとあれはなんだあの技。おっとジャンプ台系が技が出なくて、あるのか。
あるのか。テンションタイガー、タイガー、あ、どう、で、おっと、いいのか、これいい、いい感じだぞ。踏みつけ、おっと、アパカが漏れて、トシェパン、うまい。チュンリーが結構上に行きたがるのもある、ありますからね。あとは歩くと頭が前に出るので、アパカ、あー、これを漏れて削り角、あー、きついですね。あの状況はもうきつい。おと、あー、弱気功踏んで、お、背中むちゃくちゃやってくるが、状況的にはお互いまだ全然いける状況。そしてサガットは画面を押しているが気候に引っかかってしまう。めっちゃ背中をやってくる。戦列が溜まって、歩いてくる。じり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 、かくんない。これは美味しいぞ。まだカウントがじりじり迫ってきて、これヒデチュンリー冷たいモード入ってますね。おっと、上から上から、おっと、なんか潰したぞ。おっと、時間がなくて、おっと、これにはバイパーさんも苦笑い。ヒデさん先輩か、これは。ここでバイパーさんが出陣。この圧はこれはかくってしまう。いや、これ結構どうなんですかね、これ組み合わせの解説は全然できないんですけど、結構フォーク側は期待値行動しなきゃいけないんですかね。いや、これはおっと、相打ち下タイガーに合わせていく。これは全キャラ共通ですね。あの体力が結構下タイガー合わせていけば勝てるような体力でしたね。おっと、コンドルを使って、サガットはあれかな、雨は続くのかな。ユータイガー今度はフォークが厳しい状況か。だが丁寧にじりじり寄ってくる。台足が引っかかって、お、立ち合い番、これはおっと、わー、ガードしたらダメなんですっていう。まあでもあれコンドルもあるので、コンドルじゃない、トマホか。あれはすごい圧力でした。続きまして、中島さんかな、中島さんのガイル、これはバイパーさん一人に対して、まだ友座男が残っている。バイパーさんこれは大変だ。おっと、引っかかって、おっと、ジャンプが出てしまう。サマー待っている。あっと、踏んでしまって、これはきついか。ゼロドット、これはバーッとかくらないが、リフト、あの体力は厳しいですね。ガイルは画面端で体力あるときにこかされたらやばいですからね。画面端に追いやられて、これは確定。うーっと、じりじり寄ってきて、ガードしているが、おっと、相打ちで、うわー、怖い。ガードしてる、ガードしてる。いやー、これはまだでも殺せる体力を残している。おっと、引っかかって、出させて、これだ、これがあるから怖いんです。怖い。いや、あの、やっぱダブルとかで削れない体力が残ってるホークは恐ろしいですからね。
いやこれはまだ必要経費と取っていいでしょう。サマーが隠る。だからあんまり減らなかったぞ。先端だったのか今。おっと交差してどっかで引っ掛けたい。大足これは痛いぞ。これでもダブルできる。あっとゼロドット。あっときつかった。勝ったのは B チーム。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。というわけで本日の優勝、友座男茶坊主中島忍となりました。おめでとうございます。新年早々いいですね。というわけで、まあ写真撮影入りたいよって方は入ってくださいね。僕はちょっと全然力になれなかったので、の試合しっかりやり込みます。もうどうなってんだこのゲーセンの点は。よ本当によインカム重視、大会にインカム重視もそうねえな、もう。まったく、ほんとに。はい、というわけで、本日の大会終了です。人数中途半端で参加しましたが、まさか、ハゲさんと忍に選びに合わされるとは思ってませんでした。もう僕は悲しいです。何をこっち見とんねん。ハゲさんがもう、キラッキラした顔でこっち見てて、もうちょっと腹立ちますわ。はい。はい、じゃあハゲさん締めるよ。はい、いい加減にしろ。ゼロ勝は免れたって言われた。切れそう。もうもう、はい、本当に。じゃあランバトはこれで終了します。はい、終了です。ガエル使うと思わなかった。俺一応 X はガエルなんですよ。発言始めたのがガエルなんで、ターボだったかな確か。落ちてんがどうもどうも。で次回がまあ、11日にバーサスで大山は18かな。18だよ3勝目だから次は18っすね。第3土曜日です。はい、第3土曜日です。 あとついでだからじゃないけど、あ、まあ、まあいいや。はい、というわけで新年一発目の、エクスラバトでした。あとはご試合をお楽しみください。僕は仕事します。はい、はい、お疲れ様でした。
Thank you.
Thank you.
Oh!
Walking!
Oh,
Round one, fight!
Hadouken!
ザコン、ザコン、ザコン。